ホテリ山すごい喧嘩売られそう。これ直しとくか。回復してくれる人いたような気もするような、しないような。えい、私はビジネスマン、言い換えれば商売男。それさ、ビジネスウーマンは商売女になるんだけど大丈夫か、サトルくん。落雷、あー、さっきのライバルとの進化前か。かわいいね。まあ静電気はやめて。いやー、圧殺。エレブ、エレブ強い。電気のみ。地面、うん、いいよ、力押しでいいよ。そろそろ技ポイントも危なくなってきた。エレブ、エレキブルに進化するんだっけ。いや、初代の頃はこれがさらに進化するとは思わなかったぜ。なになになに、おし、坊ちゃんいつ進化すんの。悪の波動バンギラス、岩悪だったっけ。悪多すぎね。うーん、悪の波動、威力80、特攻そんなないんだよな。意外に強いんだよな、なし崩し。まあこうだよね。うん、私のパートナーは商売ポケモンなのか。うん、2560円あげちゃう。あ、来た。ねねねねね、イエーイ、噛まれた。坊ちゃんはヤドランになったよ。ヤドン、ヤドラン、ヤドキング。78.5、超重くなった。やシェルダーが重いんだよね。尻尾の甘みをもっともっとすすろうと欲張ったシェルダーが巻き貝状に変化したのである。シェルダーが動いたよ、シェルダー。あー、ちょっと噛まれすぎた、痛い。おお、相変わらずすげえな。水エスパー、でかく大きくなっちゃった。いやー、ヤドンはかわいい。どっちの鳴き声みたいな。お、なんか覚えんの。殻にこもる、殻にこもるのはお前じゃねえだろ。防御と特防アップかな、殻にこもるは。水なんだ。防御しかあげねえ。こんないらねえ、いらねえ、いらねえよ、こんなもん。あ、ごめんごめん。進化おめでとろと、ポケモンでビジネスしたいねって。何でも入ってくる魔剣カニのハサミを使うとかね。ポケモンでビジネスしたいねって、ポケモン売るのかと思ったけど、そういうわけじゃないんで。太陽の石。あねー。マイクラだ、マイクラ。あねー。タイマーボール。あ、ここ写真のとこだったよね。インスタ映えしようぜ、インスタ映え。撮りたーい。それじゃねえと、俺が撮りたいのは。こっちこっち。ポケファインダー起動。あ、いた。何よお前、出てんね。こっち見てー、はーい。ふっふっ、はーい。よし、これ好き。もういいよ、これで。完了完了。はーい。
遠いな。はい、でもいいわ。インスタ映えしようぜ。アップしたろうと。カメラ目線ナイス。うひひ、ごつごつだな。いい朝です。晴れ。城隣にはいいではないか。上から目線マジうぜ。ああ、最高記録更新できてない。とりあえず1番だ。ね。こんなのいらねえよ。発電所の影響なのか、以前は見かけなかった電気ポケモンがやってくるんですよ。コイルがじっと、いいよ。バイバーイ。コイルね、2位だ。1位だっけ。とりあえずまあ、何がいるかな。ドロバンクはいいです。やばい、ラリアットの数がない。何か鳴き声が聞こ、なんか光ってたね。忘れる前に岩、はーい、どーん、虫いるだ。どうも、あなたも電気にしちゃうわよ。何そのセリフ。いろんな説明をじっくりたっぷり読んでくださいね。社会科見学なのでナシバス貸し切ってきたんだ。その4、こっちからね。その1、火山の近くなので穴を掘るポケモンたちに助けてもらい、地底の水蒸気を探します。その2、ね、長い年月をかけて地底でも活動できるポケモンとともに、発電所を作ります。その3、水蒸気でタービンを回して電力を作ります。そして、二酸化炭素も少ないため環境に優しいのです。でもたかが知れた電力しかできないでしょうっていう。冷却塔について、冷やした水は蒸気を冷やすために再利用される無限ループである。タービンは3600回回るんだぜ。ワイルドだろう。クワガナの発電機関とは異なる仕組みとなっております。はい、研究員です。ビリリバリバリリビリリ。もうコイル、電気を食べたら停電するって言ってるだろ。コイルって電気食べるんだ。驚かせちゃったかな。あ、僕のポケモンなんだよ。生かした技マシンあげちゃう。差し押さえ。電気が大好きだけどね、うち今電気止められててさ、だから時々職場に連れてくるんだって。作られたばかりの電気は一味違うぜ。ちょっと何言ってるのか分かんないですね。あ、大木戸さんいらっしゃいますよ。大木戸校長、裏裏に火山を生み出したのはでかいポケモンなんではなかろうかの。いや、アローラでは火山爆発でマグマが、細く長く、そう、まるで髪の毛のようになったのじゃ。岩石ガラスが見つかります。ですが、ディフダの髪の毛は金属製のヒケでしてな。周りを調べるセンサーやコミュニケーションに使っておるぞ。さて、君にはいいものをあげよう。ルアーボール。ロトムのためにもポケモン図鑑の完成を目指すのじゃ。消えた、カラスの今マイクロウェーブ来る、ね、ポリゴンというポケモンに手伝ってもらっております。たった一つの機械の部品が奪われたことに発電が止まってしまったこともありますよ。伝説のポケモンサンダーが無人島の発電所にいます。捕まえたね、みんな初めて戦った時は間違えて倒しちゃったろっていう。先生に分けるのはポケモンと火山の凄さだけだぜ。来てからすごくてでかいポケモンとか出てきたんだ。出てきた、マグマと鎧という特性のポケモンは凍りつかないんだよ。あんまり凍りつく状況ってないよね。よし、オッケーかな。お土産買わずに出ていく。さあ、次の町までレッツゴー。バンバドロー、バンバドロー。ズン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 行くぜ。この距離で？ん？あら、さっきいたよね。
いや、いろんなところで、いや、さっきあったじゃん。イジョンフォームも主ポケモンの研究に行き詰まったら満タインサーフ。これがリフレッシュ。あ、サーフィンか。これ全部こなすと波乗りピカチュウがもらえるという噂。艦隊ビーチで待ってますぞ。おっとっと。お姉さん、お姉さん、いいことしましょう。なぎささん、なぎさ、セフテンバーへ踊ろう。なぎさじゃない、すみれ。あ、スターミーだ。スターミーエスパー水だから、つまり悪が苦手。オッケー、スターミー結構早いんだよね。スターミーはね、サイコキネシス、自己再生、波乗り、もう一個みたいなね。まあまあ基本俺冷凍ビームにしてたな、初代の時。あんまり強いとお楽しみがすぐ終わっちゃうわ。ひゃっはー。あー、ここビーチになったのか。うらうらビーチ、うらうらビーチにはたくさんのものが落ちてるの。ムーランドサーチ、チェンジゲッタームーランド。真珠、大きな真珠、これだけで生活していこうぜ。元気のかけら、あ、元気があれば何でもできる。ニース、ようこそ。いいです。バトルポイント、バトルをするとは言っていない。いらっしゃいまーし。いいです。場所によって違うのかな。チェックぐらいはしとくか。木の実ジュース、満タンの薬。どこだ。真珠、どうせ金余るからいらないよね。ドヤン。何これ、瓶を開けてみよう。この手紙を読んでいる君へ。この手紙が読まれている頃に僕はもう生きていない。あ、そういう話じゃなかった。アローラの裏裏島にいる大輔というトレーナーにメッセージを届けたし、マリエシティの岬にいるはずだ。そしてあいつとポケモン勝負してくれないか。俺が行きたいところだが、まずは君でこれ調べ。なんてな、舐めやがって。まあまあ覚えておこう。マリエシティね。おさわり OK、 捕獲は NG。 ひめりのみー、ひめりのみー、クラボのみー、ガンガン、ベタベッタ、ドドンドドドドドドン。お前そのうちヤドラに進化しちゃうぞ、こんな海辺でぼやっとしてたら。はい、満タイと一緒に波に乗ってるかい。ウラウラビーチサーフスポット、今日はどうしたんだい。あの看板、ランキングボードだよ。1目指して。もう操作方法忘れてるけどな。前やったのだいぶ前だからな。アーカラサウスポット、操作方法すら忘れてるレベルなんだけど、ハイスコアがどうだろうな。右を押すんだっけ、左を押すんだっけ。それすら右行って飛んだ時に右、いやー、高く飛ぼうとかどうすんだっけ。XLRB 十字キー前、どうすんだったっけ。サビ肌とか来てるんだけど。スタートかなんかで操作方法確認できないかな。 LR どうやったら速度上げれるのかすら覚えてない。上行って下るのか。あ、
よしよしよし、ちょっと思い出してきて、うい、こんな感じか、こんな感じだ、オッケー、よし、よしよし、ちょっと思い出した、よし、よし、2000ポイント、何、えっ、ー、超えろー、お前ちょっとでかすぎじゃないかい、いくぜ、よし、いやー、よくない、よっ、いくぜー、はい、うん、どうやったら高く飛べるかよく分かってないっすね、もう終わりかな、どうすりゃいい技ができるのかな、痛くないよーだ、あ、結構高いの来たな、よくよくわからないし単純に忘れてるで、やっぱこういうのは連続してやらないと思い出せない、結構長いなこれ、もうすぐつきそうになっちゃって、ちゃんとジャンプ成功したの1回だけだな、これサビハデハが後ろから来たんで、それはやめようぜ、いくぜ、あと2000取れたの何だったんだろう、いやー、やったぜハイパーコース、なんか2000ぐらい1回行ったよね、何が美味しかったんだろう、コイキングスペシャル2412、あれか、てかここ長かったね、長いよ、結果発表長いんだけど、うん、今のノリベストだったよ、うん、はい、これは4ビーチポイント上げちゃう、今のノリ忘れないでよ、今のノリは忘れた方がいい気がするんだけど、27000、おい、ナリア大木戸さん15600、あ、です、お待ちしております、ヌシール40枚、鬼しずくもお譲りできますよ、おっきい鬼しずくもあげちゃう、
水泡ポケモン、大事なものを水泡にしまう、習性がある。注意しないとトレーナーもしまおうとる。しまっちゃおじさんじゃね。鬼しずくも、よし、じゃあお前は今日から、お、オズモだ。おでかいんだよねこいつ、強さを。クマニャッシュ、虫食い、ダブリカーセン。こいつ特防防御ヒットポイント型だ。水泡、自分に対する炎タイプの技の威力を下げる、やけどしない。水入ってるからそんな抜群でもないと思うんだけどな。最後、癖ぎ。ヌシールはキャプテンやシレンサポーターの皆さんがあちこちに貼ってくれておるんじゃぞ。さあ問題はね、もういっぺん乗ると時間すぐかかるから飛びたいけど、いける？戻れる？ああ戻れる戻る、よかったよかった。あーよかった、戻る。脱出からの12番道路、お13番道路、いや追い抜かれた。ハウトゲデマル強かったけど試練こなせたよ。まあまねに聞いたよ、楽々試験こなしてすごいよね。だからこれあげちゃう、満タンの薬。バトルする、おっとグラジオハン中二病、アニメでも活躍。いやー出たー。スカルダンがコズモグという防御物を探している。何か知らないのか。え、教えないよ。知ってるっつってんじゃねえか。コズモグ時代は強くないポケモンだが、とんでもないポケモンを呼び寄せかねんのだ。何かあればアローラに厄災が訪れる。んー、ひどいこと。じゃあどうすればいいの。知っているなら守ってやれ。曲がりなりにもスカルダンの用心棒をしているが、これだけはアドバイスしてやる。コスモックだけは守れ。それにしてもスカルダン、コスモックの存在をどこで知ったというのだ。どういうことなの。コスモック探してるってリーディーどうなるのかな。よくわからないけどリーディーとコスモックを守ればいいんだよね。よし、次の試練もこなして俺を鍛えてやるぜ。俺島巡りこなしてポケモン勝負広めたいんだと気持ち詰めてるみたい。あ、戦わなかったね。コスモグって星雲ちゃんのことだと。リーディエと星雲ちゃん危ない。おろおろ、お口お口お口、クチュクチュモンダミン。違います。なになに、客室のポケモン、ずっと主人を待ってるのよ。中堅ポケモン、あら、キテルグマのちっちゃいやつ、ヌイコグマだっけ。なんだか寂しそう。ほら見て、可愛すぎる私のポケモン見て、可愛すぎるポケモン見て、だって私が一番可愛いんだもん。アピールしてあなたのキュートなわがまま叶えます。あらあら、ほらクラブ。寂しいならテレビつけっぱなしにしておいてあげれば。そしてここに飼い主ポケモンが現れることはなかった。58枚、一緒に寝たくなっちゃう。これは言わんこかな。言わんこっちゃない。お、アイテム、月の石。そうだよね、ひいげげって言うの。お前ゲーヒヒ、下水な笑い方が、泣き声が。お得な掲示板、フェスサークル、お、エフェクトガード、あ、一生使うことないアイテムだ。
昔は釣り人だったけどサウボードを釣り上げたからサーファーに転向したんだ。そういうもんなの。とりあえず上が行けないのかな現時点は。ハイナ砂漠、ハイエナに見えた。ぬるぬるしてさ。ハイナ砂漠は天然の迷路、モニュメントよく見れば取り抜けられるらしい。2個1個4個3個、はいはい、なんか覚えてるわ。はい、キャプテンミニゲートはゴーストタイプの試練、アセロラ終わってからだね。入るな、なんだよ勝手に入ってきやがっていいよ、何もしてねえよ。やります。今はダメ、俺ボコボコしちゃうし、こいつあげるから修行してこいよ。挑発、さっきすくすく。砂が風に吹かれるから砂漠は毎日様子が変わるんじゃ。カププルルは一人でいたいのかの。挑発は確か同じ技を連続で使わせるんだっけ。守るとかのタイミングで使うとずっと守るしか使えないから、その間に積み技をするとかそういうチャンスがあるのかな。何さ踏ん張って見張ってんのよ。スカルダンももともと昔の島キングを中心とした集まりだったんだけどよ、カプに罰食らっておしまいよ。島キングに選ばれるかどうかは気まぐれポケモンに振り回される人間もいるのよ若者。このおばあちゃんもスカルダンなの？さあって結構増えたかな。しっぺ返し、殺傷や挑発、しっぺ返しは威力が100になる、悪。差し押さえは持たせた道具を5ターンの間使えなくすると、で挑発は最、これあれか、ダメージを与える技しか使えなくなる、だからあれだ、積み系とか守り系のやつにとっとと使うといいのか。まあストーリーじゃ全く使わないね、いらない、いらないやつだ。雨が降ってる、カプの村、バウバウ。お前バウバウって何だっけ。カプの村、太陽と月のシスコムーン、カプが姿を見せていた場所なのよ、今は名前を残すのみ。ここなんかありそうじゃない。そんなものないよ、トニオさんになっちゃう。あ、ハウダ、ねえねえ、エーデルハウスはもう少しだって。あ、ラナキナマウンテンのふもとだよ、ポケモンリーグできちゃう。めちゃ強いトレーナーが4人いるんだよ。4人と島キングってどっちが強いのかな。島キングが4人になるから安心しろ、じいちゃんだって思うけどね。視点のじいちゃんだからなんで知ってんだろう俺。アローラ、アローラデスハウスさん、カプの村、調査すべき場所の一つです。いろいろ理由は、由来はあるようだが、大昔輝き様はここでカプたちと戦ったのです。ウルトラホールから降り注いだ光が Z 技、ネクロズマが発した光が Z 技の源と考えておるのですよと。我々の先祖は欲張った、ネクロズマの光を全てコントロールしようと傷つけた、体の一部が欠けたため怒り狂ったネクロズマに光を奪われたのぞ。今は輝き様を抑えるメガロタワーに私たちの世界も安泰ですが、そろそろ限界だと。安泰じゃねえじゃん、ネクロズマは光に飢えております。輝き様は暴れ狂ったが、もともとは光を与えてくれ、我々としては本来のお姿取り戻してほしい。どうすればいいのか見当つかぬ、分ければ教えてくれるか。Z 技についてはお主らの方が詳しい。はい、それだけ。戦わねえのか。なんだかよくわからないけど、後がない状況なんだねって。ネクロズマも含めてみんな笑顔になればいいのになーって。
また不思議な二人組ロト。よし、やっと回復ができる。君たちこれまでにポケモンドレナと152回戦ったんだね。おお、特性も使いこなして戦ってる私に。まあまだだよ、回復してからだ。気分乗らないなら無理はしない。勝ち星を重ねるには大事だね。結構減ってるから。さあってとりあえず回復をしてもらう。さてと、さあって最終進化しちゃったのが2人。メトメトン強いんだけど噛むんだよな。ガオガエンと結構噛み砕くが多いから悪って正直いらねえんだよなこのゲーム。ヤドランはね、やっぱ新年の頭突きがあれば十分戦えるものの、新年の頭突き覚えたしな。新年の頭突き物理なんだよな、特殊攻撃型なんだよな。サイケ光線かなんか覚えろよ。というよりもね、遅いキャラしかいねえんだなうちのメンバー。今はダグトリオが早いけど、育成枠、進化枠、戦力枠、戦力枠はこいつ連れてきゃどうにでもなるんだけど、もうこいつ出た時点でダメージ全部10以下だろうし、まあ、使わないけどね、さすがに。どうしたものかな。ゴーリキ作る？育て枠に持ってこうか。やっぱベトベトンが被るからね。イカ刺し、とりあえずゴーリキまで持ってこうか。高峰もね、どっかで交換して進化させておきたいね。ルシャブル強いんだよね。ヨモテリーも進化だけさせておきたいな。なんか最後まで使いたいと思うポケモンはとりあえず現時点じゃいないな。マネネほい。まあまあまあ、1体交換。ちょっと坊ちゃんにはいてもらおうかな。よし、じゃあこれで進めよう。はい、レッツゴー。